皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。お元気でいらっしゃいますか ?BTS の V は、イギリスのメディアヌビアマガジンによって、2024年世界で最もハンサムな男性に選ばれ、再び世界に衝撃を与えました。世界中のファンは、テヒョンの並外れた魅力が何百万人もの人々を魅了し続けていることで興奮しています。 163カ国から700万票以上を集めたこの K-POP アイドルは、熾烈な競争の中でスポットライトを浴び、世界的な魅力を再確認しました。この認知は肉体的な美しさにとどまらず、部位のカリスマ性、才能、謙虚な性格を示しており、世界中のファンから崇拝されています。この勝利を特に注目に値するものにしているのは、 ヌビアマガジンが採用した包括的な選考プロセスです。同志は、ハンサムな外見に加えて、部位のカリスマ性と国際的な魅力を強調し、それが彼の勝利に重要な役割を果たしました。テヒョンの輝く肌、鋭い眼差し、完璧にバランスの取れた顔立ちは、彼を世界のエンターテインメント界で魅惑的な人物にしています。しかし、目立つのは彼の容姿だけではありません。 謙虚で誠実な性格が彼の魅力をさらに高めファンにさらに愛される存在となっています。ファン、特にアーミーは、自分たちのアイドルがこのように世界的に認められたことを喜んでいます。多くの人がソーシャルメディアで誇りを表明し、V の見事なビジュアルだけでなく、謙虚さやファンとの真摯な交流を称賛しています。ヌビアマガジンは、V の謙虚な性格、優しさ、 ファンとの温かい関係が彼を単なるハンサムな顔以上のものにしていると強調しています。観客との深いつながりを維持できる能力は彼が愛され続ける理由の一つです。この功績は V のすでに輝かしいキャリアにおけるさらなるハイライトとなり競争の激しい K-POP 業界における世界的なアイコンとしての地位を確固たるものにしています。BTS の一員として V はアイドル、歌手、 ダンサー、俳優としての生活のバランスをうまくとっており、彼の才能はビジュアルをはるかに超えていることを示している。ファンは彼の勝利を祝うだけでなく、ステージ上でもステージ外でも、アーティストとして、そして個人としてテヒョンが成長し続ける様子を誇りに思っている。V の勝利が世界に与えた影響は否定できない。163カ国から700万票以上を集めたこの勝利は、 文化的及び地理的境界を超えたテヒョンの世界的な影響力の証である。多くの国際メディアは、エンターテインメント業界での部位の比類のない業績を称賛し、世界的なスーパースターとしての地位をさらに証明した。ファンはこの認知を祝い続け、テヒョンが単なる K-POP アイドルではなく、美しさ、優雅さ、才能の世界的なアイコンであるという信念を再確認している。 結局のところ、ヌビアマガジンの投票での V の勝利は彼の並外れた肉体的な美しさを反映しているだけでなく、彼のカリスマ性、謙虚さ、才能を強調している。ファンとの真摯な交流と仕事への献身により、彼は何百万人ものロールモデルとなっています。V が世界のエンターテインメントの世界で成長を続けるにつれ、謙虚で誠実な性格を持ちながら、 さらに高いレベルに到達することがファンの期待に応えます。皆さん、今日のビデオは以上です。ご覧いただきありがとうございました。どう思いますかコメント欄に書いてください。次のビデオでお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。